今日は神崎高校自転車競技部にお邪魔しております。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあ、この皆さんが練習しているローラー練習、私も早速体験させていただきたいと思います。皆さん無理やって思ってるでしょう。私ね、実はこの土日に琵琶湖を自転車で一周したんですよ、2日かけて。だから今私と一番近い乗り物が自転車です。え、何ですか、何ですか、本当に、ね、本当ですよ。一周できたんですか。はい、まずこれローラー乗るの結構難しいですから。ちょっとローラーは初めてなんで怖いんですけど。ローラー難しいですよ、これ。あ、後ろでこれ支えていただけるんですね。ありがとうございます。ちょっと、すごい重つかないんですけど。新車マークいるよ。よし、琵琶湖ほんまかな。怖い。できてるできてますね。これ結構難しいっすよ、ローラーって。ここで走るだけでも難しいんですね。難しい。ちょっと琵琶湖の話何やったんですか。でけんのに言うたら分かんない、全部、何でも滑るし、難しいんですよ。谷口くん、はい、これいきなりみんなローラーレースやっぱり難しいですよ ね、はい、初心者用の練習があるということで、はい、こちらですね。ちょっとそれに、それもちょっと体験しましょう。先にローラー練習やる前にこっちでやるべきでしたね。前輪がないタイプの自転車ちょっと取ってあります。これ乗っていいですか。はい、こう、よいしょ。あ、まあ、これ前輪ないんで絶対にこけないですね。はい、絶対に、はい、止まってるし。これ、なんかこぐポイントありますか。いろいろあります。つま先でこいでください。つま先で、どうしてですか。つま先でこぐことによって、ペダリングの効率が上がったりします。あ、確かになんか力、そこまでいらない。はい、あと、はい、内股で漕いでください。内股で、はい、なんでですか。外股になってガニ股みたいになると、はいはい、膝に負担がかかって膝を壊してしまうので。はい、はい、他にポイントありますか。で、目線をまっすぐ遠くを見てください。はい、ここ、はい、そうすることで腹筋や背筋にも意識できて必死じゃないですか。背筋伸びる、すごい、はい、呼び高いパワーが出るんで。あ、でもこれをもっと早く漕がないといけないわけですもんね、皆さん、はい、すごいなこれ。皆さん、普段練習はこのローラー練習とか以外にどんなことしてますか。だいたい郊外で200キロ、はい、200キロ、はい、200キロ、はい、普通の道を、ちょっと待って、200キロは琵琶湖の行き来で取る外周なんですよ。この前私は走ってきたんですけど、2日かかったんです。丸2日かかったんですけど、それ1日で走ってるんですか。はい、1日です。すごいですね。ちょっと他の部員の皆さんにも話聞いてみましょう。1日で200キロという話ありましたけど、本当にそんな走ってるんですか。そうですね、はい、京都の福知山まで豚を食べに行きました、はい、いいですね、なんか楽しそうじゃないですか。なんかちょっとお出かけ気分も味わえるわけですね。はい、はい、ありがとうございます。気合がってないのがすごいですよね。隣の方に原田くん、原田くんの弟、兄弟でやってる人、はい、お兄さんはどっち。他にもどんなところで練習してるんですか。この前の夏休みは静岡県で大会が行われて、はい、そこの静岡県で自転車付けの日々を過ごしました。大会で行った先でちょっと練習したり、ね、いろんな地域で自転車練習できて楽しいですね、はい、楽しいです。いや、ありがとうございます。選手目指してる人っているんですかね。旅行気分も味わいながら。この中で選手目指してやってる人っているんですか。選手目指している人は今のところいないですね、うん、そうなんですね、はい、まあ、ぜひぜひこの中からも出てほしいですよね、はい、そう、谷口くん、自転車競技の魅力って何だと思いますか、はい、と頑張った分だけ結果が出る、そこが一番好きだと思います、うん、素敵ですね。これからもぜひ頑張っていただきたいです。で、今後の目標は何ですか、はい、全国大会優勝を目指して頑張っています。もうすでに全国大会出場決まっているということで、はい、ぜひ目指して頑張ってください。はい、今日は神崎高校自転車競技部をご紹介しました。では最後に皆さんでお願いします。せーの、4時。